電気ナマズは、ナマズ目、電気ナマズ化に属する、ナマズの一種。発電能力を持つ魚類として知られ、種小名もこの特徴に由来する。電気ナマズ化は、電気ナマズ属及びパラダクサーグラニツ族族に続くのに属に、代別され、本種を含め19種が所属する。電気ナマズは、体内の発電機関によって、最大3 5 0トに達する電気を発生させ、魚類としては、 電気ウナギに次いで高い発電力を持つ。主な分布域は、ビクトリア湖を除くナイル川、水系、トゥルカナ湖、チャド湖、ニジェール川水系全域など、頭部からビブまで太さの変わらない、丸太のような体型を持つ。最大で体長122センチメートル、体重20キログラムにまで成長する。上あごに1体、下あごに2体、計3体の口ひげを持つ。 体表に大きな反紋を持つことが多く、おつかぶとおひれには黒い縞模様が存在する。背びれをかぎ、尻びれとおひれのひれ状は、それぞれ9から11本、7から8本。電気ナマズカは発達した発電機関を持ったナマズ目で、唯一のグループである。体の後半部分が発電機関になった電気ウナギに対し、電気ナマズは体表を包むように発電機関が、 発達している。頭部がマイナス、ビブがプラス極となっている。発言の目的は、電気ウナギと同じく餌となる、小魚の捕食と体の周りに連情を作ることによって周囲を探るためである。電気ナマズの頭部古代エジプトの時代から、電気ナマズは知られており、エジプト文明の壁画などに記述が見られる。エジプト初期王朝時代のファラオとして知られる。 ナルメルの化粧版に、王名を示す初期ヒエログリフの表音文字、ナルとして描かれたものが、現在知られている最初の記述である。また12世紀には、アラブ人の医師によって、その発電能力が報告されている。水族館では、電気ウなぎと並び、発電の様子を展示する目的で飼育されることが多い。また、個人のアクアリウムにおいても、 飼育対象とされるが、感連の危険があるため取り扱いには注意を要する。ありがとうございます。